なんか前半ちょっと危ないから、今年12月中旬以降にしようかなと思って。中旬以降。ラブちゃんの会社って忘年会は土曜日とか。基本土曜だよね。あ、金曜、今日金曜、金曜。金曜、土曜日大丈夫だね。ドアしまったね。金曜は大体。多分12月頭なんて予約取れないよ。いや、こうちゃん、あれにしようよ。あの埼玉県クイズの日の夜にしちゃえばいいじゃん。埼玉県行くのにあったよ。いや、そうじゃないですか。新宿でやろう、新宿で。東京まで行くの23日だったらさ、みんなも休みだろ。ちょっと場所予約しといて。祭日。で、穴場でしょ。みんな祝日休みかな。新宿でいいな。休みじゃない？間取って立川でもいい。だいぶ遠いじゃん。ゴーちゃんさ、歳月だったらさ、結構みんな休みの人も多いんじゃないの？あ、それでいいね。うん、土曜日ほら仕事って人もいるから。めちゃくちゃ遠いじゃん。15分で辛いよ。3回やってしまう。隣の県くらいかな。行きましょう、行きましょう。師匠んちでやるよ。あ、そうそう。帰りどうするんだよ。そうだ、ゴキブリとか出たら頭踏みつけるよ。23、24、25、嫌いなんだから。24、25が土曜日、25が日曜日で、やだよ。あ、そういうことね。あれ、あ、そうだよ。止まらない。1点差だ。めっちゃ寝ると来年は厳しい。そうそう、来年休みは全然ないよ。土曜日になっちゃった。そうそうそう、やだよ。次の日は土日だからさ、みんなも家族サービスしやすいし。そんな言ってんの？すごいね。おばさんとかなりの確率だもん。おばさん、どこかいんでしょ？違う。おばさん、どっかの女とやってんじゃない？あー、それは大いにあるね。おばさん先生。なんか急になんか体重変わってないのに、なんか痩せてるから筋肉。浮気してんじゃない、中国では。中国。クソしてるでしょ。それは言えないけど。おばさん、私してない。OK、ありがとう。足どうもありがとうございます。さあ、まだ時間割りは。ちゃんと箱でかいやつ。次の回まであるね。あれとか最後に置いてある。そこまで行ってんか。いや、いい試合だよ、いい試合。さあ、ホームラン1本でどうでしょう。そうなの、変化球しか来ないの。変化球の方が入るんだもんね。うん、ストレートほとんど来ない。スライダーか、カーブ、スライダーか。12? ほら、あれがね。だから最後出会ったんだ。そうそうそう。消しきれないんだもん。ちょうどいい。まさかほら、子供多いからね。なるほどね。だって板橋の徳丸のさ野球場もそれでライター使えたんですよ。あれだなというか。徳丸野球場あったんですよ。徳丸野球場。高芝平。おお。あさちゃん。サッカーあるけどあれはライター使える。それなんて言ったの？よっ、あれあれあれ、走れ、2面台のショート、はい、行こう。いつの間に。こうじゃ次の回ホームラン狙ってくれよ。1点が遠いな、1点が。